海の近くにある崖にやってきたよ。横から見るとしましまの模様が見えるね。懐かしいな。実はこのしましま、僕たち水が作ったんだよ。あれは昔々の出来事。雨として降ってきた僕たち水は高いところから低いところへと流れ、地面を削り、削った土を運び、溜めていったんだ。流れる水が土砂を削って、大雨の時に海まで運び、どんどん溜まっていったんだよ。海に運ばれる土砂は大きさによってれき、砂、シルトと呼び名が変わり、溜まり方が異なるんだ。シルトと粘土を合わせて泥とも言うよ。大きいれきはすぐに溜まり、シルトや粘土はれきよりもゆっくりと溜まる。こうした僕たち水の力でしましまの地層ができていったんだよ。こうして大きさや重さが違う土砂は水の力で層になり、長い年月をかけて固まって岩石になることがある。これらは礫岩、砂岩、泥岩と呼ばれるよ。あ、化石だ。生き物が土砂に埋まってできるんだね。地層をよく見ると層によって粒の大きさが違うのがわかるよ。あれ、上と下の層は島の感じや色が明らかに違うね。上の層はどうやってできたんだろう。みんなはわかる？あ、こっちは層が縦にずれている。水の力ではこんなことできたっけ？それはわしが教えてあげよう。もしかしてこの声は？やあ、水くん。やっぱり土地爺だ。こんなところで何してたの？昼間は外が暑くての、土の中に潜って進んでたのじゃ。モグラみたいだね。そんなことより、水くんの見たことがない層は何なのか、どうして地層が縦にずれているのか知りたくないか？知りたい。まずは上の層がどうやってできているのかを考えてみよう。水くん、わかるかな？考えてみたけど、水の力でできた層とは違うみたい。どうしてだろう。なんだか急に頭が熱くなった。ドッカーン！思いついた！火山だ！おお、やるの。水くんの知らない層は、火山の噴火によって放出される火山灰が平地に降り積もってできたものなんじゃ。水でできた層の上に火山灰でできた茶色い層が重なっていたんだね。火山灰は熱いマグマが冷えたもので、形や色の異なる様々な粒が含まれているぞ。